この間ね、この間お前も行ったよ。あ、行ったじゃん、学校に。あの後相談して一緒に入管も行ったけど、もうね、やっぱ中国人が厳しいで、今はその学校の申請でギリギリまだ日本にいても問題ない状況なんですね。でもいてもいいだけの話で、学生でもないし社会人でもないから、いることしかできないの。それで例えば何か、まあアルバイトも今しちゃってるけど、でもそれを大学とかにバレると不報酬になっちゃうし、でましてやテレビに出るとか動画に出るとか、なんか特定多数のものに発信しちゃうと、それで収益を得てようが得てなかろうが、日本にいるだけの子が何かの活動を起こしちゃうとダメだっていう、うん、逆にしょっぴかれて強制送還になったりとか、まあ最悪の場合強制送還じゃ済まないパターンも出てくるっていう、保険になるパターンもあるんで、ちょっと活動がチャイニーズチャイとしては難しいかなと。で、まあ、とりあえずチャイニーズチャイじゃなくて、岡田君が一人で、まあ、ピンとして、まずはやっていくのか、で、一旦この人を中国に返して、何かしらの申請を現地でして、現地ができ次第、自分が整えしたいまた日本に来るんですよ。でまた組み直すのか。でもこれね、1年や2年じゃ難しいと思うんだ。いられる期間ももうそんなにないの、年内ないの、11月に行くと、うん、その間に決断しなきゃいけない。このまんま行くともうコンビを組むのか、新たにピンでやるのか、ピンでやって彼を待つのか、それとも完全に解散するか、もう3択ぐらいしかないわけで、日本でお笑い芸人をやるということ自体がもう無理なんだ、多分。今度もいついつまでに答え出してとかっていうぐらいの余裕もなくなってる。もう、なんなら帰る準備もしなきゃいけないし。うん。しかもこのまま行ったら絶対降りないから。とりあえずここで答えある程度出して、それぞれがそれぞれのために動かないと。中国で活動してもらって、でゆくゆく中国の方で何かがあれば最終的にコラボはいつでもできる、うん、でその間こっちでコンビで頑張っててとか、ピンで頑張っててとか、まあ、多分日本でチャイニーズチャイとして活動していくのはもしかしたら厳しいかなっていう判断だから、今のところね、うん、でそれでももうその間僕がピンで一人で頑張りますって言うんだったら、それはそれで、うん、分かって応援するわ、としか言いようがないんだけどね。アドバイス的には、誰かと組んだ方が早くねっていう。芸人が何か売れたことない。リングどうしたいの？いや、俺はしょうがない。もう、実家書いて、親父の会社を手伝う。向こうでやらないの？向こうだってもう、日本じゃないと意味ないじゃん。でもさ、向こうで何かしら活動を起こしとかないと日本で合流できないから諦めるの？いや、もう無理じゃない。
割り切り早いいやだってしょうがないっす、現実を見ないと。だってもう学校卒業して半年間無駄にしたんだよ。実家のお母さんも、もう家帰ってこい、ちなみに無駄すんじゃないみたいな感じで言われてるし、本当にやることをやったんですよ、全部。ゼロさんも深夜の夜3時ぐらいに雇用契約書を書いてくれるんで、それもこうだなみたいな。本当ダメだ。11月って言われて、まあ、よかったよ、はい、うん、ありがとうございます。